どうも、ゆたかです。今回は僕が最近購入した、こちらのパラブーツのローファーをご紹介していきます。僕が購入したモデルは、パラブーツのコロレイドっていうモデルのものですね。このローファーはパラブーツの定番のデッキシューズのバースっていうモデルのものがあるんですけど、それの仕様をベースとして作られたローファーですね。パラブーツを知らない方のために簡単にブランドのご紹介をさせていただきますと、1908年にエミー・リシャール・ポンベールっていう方が創業したフランス発祥のシューズブランドですね。もともとは登山靴とか作っていたそうなんですけど、現在はこういった、アウトソールまでその自分の会社で作るっていうこだわりを持っていた世界唯一のブランドですね。フランスの家庭では大人になったらパラブーツを履けって言われるほど、そういった文化にも深く根付いてるブランドですね。1908年に創業したっていうブランドなので、歴史的にもかなり長いブランドですね。僕自身結構トラッドな格好する割に、こういったそのローファーあんまり持ってないなっていうので、今回こちらを買ったっていう感じですね。はい、ということでこちらのローファーのご紹介をさせていただくんですけど、こちらのコロレイドは、金額が 35,200円ですね。で、色が、ブラックと、ホワイトと、こちらのブラウンがあって、僕はそのブラウンを選んだっていう感じですね。ディテールの方は普通のコインローファーっていう感じですね。インソールは、こういった感じでパラブーツって書いてありますね。アウトソールは、こういった感じで、パラブーツって書いてありますね。まだ数回しか履いてないんで結構綺麗ですね。レイドソールって言ってこういった起伏があるソールなので、路面の状況がその雨で濡れてて悪かったりしても滑りづらかったりしますね。素材の方は、牛革を使用していまして、リスレザーっていうものを使ってるんですよ。その普通のレザーよりも、多く油分を含んでいるので、少し水にも強いっていう感じのレザーですね。ただその水には強いって言っても、雨の日とかあんま履かない方がいいんじゃないかなって思います。僕が購入したサイズは UK8 ですね。8ってこちらに箱に書いてあるんですけど、26.5 ですね。実際その26でも履けたんで、その買われる方は店舗で実際に履いた方がいいんじゃないかなと思います。僕コンバースとか、それ以外のスニーカーも27とかで履いたりするんですけど、こちら26、6.5 履けたっていうので、少しその大きい作りになってるんですよ。なのでその買おうかなって思ってる方は、一度履いてみた方がサイズの失敗とかもないんじゃないかなって思います。青山にその店舗があるんですけど、実際その入りづらいなって思う方もいらっしゃると思うので、そういった方はGoogle とかでその、パラブーツ取り扱いとか調べていただくと、取り扱い店舗のその丸井だったりとか、高島屋とかパルコとか、店舗出てくるんで、そういったとこだと結構履きやすいし、行きやすいのかなって思います。僕が購入したこちらのコロレードっていうモデルの他にコロっていうモデルのものがあるんですよ。コロの方が29,700円で、こちらのコロレードが35,200円ですね。で、見た目はほぼ変わらないんですけど、その違った点が一つだけあって、そのソールの厚みが違いますね。コロの方がソールが薄くて、こちらのコロレードがそのコロの方に比べると少し厚いっていう感じで作られてますね。僕自身コロとこちらのコロレードを、どちらも履き比べてみたんですけど、実際買うのであれば、こちらのコロレードがおすすめですね。パラブーツのコロとこちらのコロレード、どちらを選んだとしてもその長く履けるっていう意味では変わらないんですけど、ソールの厚みっていうのが違うので、その足の痛みだったりとか、使
れっていうのが若干違ってくるんですよ。歩いたりして足が疲れていたりとか、まあ、そういった、まあ、肉体的なダメージっていうのもあるので5000円違いますけど、まあ、それで5000円でその足の痛みだったり疲れっていうのが軽減できるって思ったら、その5000円はそんなに、まあ、高くないんじゃないかなって思います。まあ、そのケア自体でも全然10年以上履ける靴なので、まあ、そういった意味ではグレードの高いこちらのものを選んだ方が個人的にはいいんじゃないかなって思います。あとは型崩れとかしないように、まあ、こういったそのシューキーパーとかも入れた方がいいんじゃないかなって思います。はい、ということでこちらのローファーを、軽くご紹介させていただいたので、お次はこのローファーを使ったコーディネートを、まあ、全部で3つ組んでみたので、ご紹介していきます。それではどうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じでブラウンチェックのパンツにシャツとサスペンダーを合わせたコーディネートですね。チェックパンツにシャツの組み合わせって、まあ、結構クラシカルな感じなので、まあ、オーバーサイズのシャツを選んできているっていうのと、シャツのボタンを開けてあげることで、まあ、抜け感っていうのも出してますね。あとはサスペンダーをすることでシンプルに見えないようにしてますね。はい、続いて2コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでクロップド丈のワークパンツにテーラードジャケットを合わせたコーディネートですね。白シャツやネクタイやテーラードジャケットを合わせていて、まあ、結構トラッド感の強いスタイルではあるので、遊びのある柄物のネクタイを選んだり、まあ、キャップを合わせてあげることでスポーティーな要素っていうのもプラスしてますね。ブラウンとかベージュとか、まあ、サンドカラーを中心に合わせているっていうこともあって、昭和っぽいレトロ感のある色使いにしてますね。こういったクロップの丈のパンツに対して足元って結構目立つので、まあ、今回このローファーを履いているんですけど、スニーカーとかお好きな方は足元を目立たせるために、まあ、クロップの丈のパンツとか合わせてもおしゃれなんじゃないかなと思います。はい、続いてラスト3コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、ラスト3コーデ目はこんな感じでリーバイスのブーツカットデニムに赤いニットジャケットを合わせたコーディネートですね。全体的に色物を中心に合わせたコーディネートなので、インナーの色を白にすることで、まあ、全体の色をきれいに見せているっていうのと、まあ、白シャツを選んだことでそのきれいめな要素っていうのを取り入れてますね。ローファーって結構フォーマルなアイテムなんですけど、まあ、こういったデニムスタイルとか色物を使
ったコーディネートとかにも合わせやすいですね。はい、ということで今回は、こちらのパラブーツのコローレイドの商品紹介と、コーディネートっていうのを、全部で3コーデ組んでみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、こちらのローファーは、まあ、結構値段がするので欲しいなって思ってる方は、まあ、慎重に選んだ方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あのパラブーツのローファーは、まあ、流行りとか捨たりもないですし、まあ、今回僕そのテーラードジャケットを着たフォーマルな感じのコーディネートとか、デニムを履いたカジュアルめな感じのコーディネートに対して合わせたんですけど、まあ、そういった感じでそのコーディネートに対しても、まあ、何にでも合うので結構合わせやすいですね。こちらは牛革を使ってるので、まあ、そういった経年変化とかも楽しめますし、まあ、育てるのが好きっていう方とか一つのものを長く使いたいっていう方には、かなりおすすめなシューズですね。はい、こんな感じで僕のチャンネルでは商品紹介だったり、コーディネートの紹介だったり服のリメイクなどもアップしておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。